ネックマウントの次はちょっとチェストマウントで撮影しましょうか。まあさすがにチェストマウントはね安定してると思うんだけどさ、ちょっと待って、農道に行きたい。ここはちょっとさ、あれだよ、交通量が多すぎてさ、あんまり喋りの方にさ目盛りを避けない。ちょ、裏道に入るわ。さーて、ちょっと嫌な感じかな。水たまりが、やっぱ雨上がりだからね。このカメラはさ、あのやっぱり GoPro Hero 3よりも新しいだけあってね、メニュー画面にいろんな項目があるんだよね。で逆にいろいろ大変なんだよな。 GoPro はね結構メニューの項目が少ないからね、割とシンプルでいいんだよ GoPro Hero 3はね。でもこれはね、メニュー画面の項目があまりに多いからさまずね覚えるのが大変だよな。こんなにいるのかよって思うんだけどね、実際は。あれ、そういえばさ、このカメラの説明してなかったな。最初にこのカメラの説明をした動画を撮ったんだけども消えててさ、2回目に撮った動画で入れてなかったな。言ってくれ早く。このカメラの売りはさ、あれみたいなんだよね、 GoPro と同じセンサーを搭載しているというのが売りみたいで、だから高画質らしいんだよ。でさらに GoPro と同じセンサーだけで高画質になるってわけじゃなくて、さらにチップセットもいいやつを積まなきゃダメみたいなんだよね。でこのカメラはさ、センサーとチップセットそれぞれいいものを積んでるからさ、中華アクションカムの中ではかなりな、いい画質で撮れるらしいのよ。中にはさ、 GoPro と同じセンサーを使ってますって歌ってる中華カメラがあるんだけど、でもチップセットはあまりいいものを積んでなくて、で、あ、これ GoPro と同じやつ積んでるんだと思って、それ買った人ががっかりっていうパターンがあるらしいね。そのチップセットとセンサーどっちも高性能じゃないとやっぱり高画質には撮れないみたいだね。あー、水たまりか。 あれなんだよな、これ。そうだよ、なんか裏道を行くとこの雨上がりはこれがあるからな、交通が少ないのがいいんだけどさ。虫口に入った。ちょっとそーっと行こう。泥よけないからさ、この自転車あんまバシャーってやりたくないんだよね。通過。それにしても虫アタックがすごい。口を喋るために口を開けたら開けたですごいカッ入ってくるという。喋れないよ俺じゃ。うわー、草伸びてるな。明日草刈りしなきゃいかんか。刈原駅、あー、エンジンがもうつきそうなんだ。それはいろいろめんどくせえな。さて、到着したよ。